よしよしよし。で、今ね、バフがかかってるからね、オーディションが来ても大丈夫だし、他の予定もこなせる感じです。はあ、よくわかんないメールが来た。代々木服装のラブに、まなみね。来週の朝、ダメ。覚えてられない。おはようございます。プロデューサー。元気だね。相手に合わせて、これで行こう。バカな挨拶でいいんでしょ。グッモーニー。は？プロデューサー。何か悪いもの言ってんだよ。リツコに合わせてやったんだぞ。あまり仕事ばかりしないで、たまには体を休めてくださいね。あ、プロデューサー殿、確認がありますです。何、約束の話？例の約束なんですけど、もちろん忘れてないですよね。ミキちゃん呼び戻すこと。リツコには頼まないぞ。なんだか覚えてる理由が嫌な感じですけど、まあとりあえずよしとしましょう。はい。おはよう諸君。いい天気だね。流行は日々変わっていく。ダンス。流行2位と3位が入れ替わったようだ。オーディション行っちゃおうか。オーディションで失敗したらリセットね。はい。よし、思い出とかあるからね、余裕だと思うの。アイドル大辞典に行ってみよっか。よし、他の挑戦者どうかな。7、6、あ、私だけ高い感じ。あ、私だけ高い。あ、いけるわ、いけるわ。芸能記者来てるんだ。こいつはダンスには自信がありますが好きなんだよね。よし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 。はい、ありがとう。勝てる勝てる、みんなレベル低いもん。じゃ行ってくるね。おお、勝てた勝てた。よしよしよし、これ余裕余裕。だってみんなレベル低いもん。余裕っしょ。私はダントツ最強。アピール全部使って終わりにしよう。よし、終わった終わった。余裕だったわ。思い出とか使うまでもない。
合格おめでとう。見てた？テレビ見ていたよ。いい衣装だったでしょう。では結果が楽しみだ。顔とか隠れていい感じだよね。アイドルランク報告だ。よしよしよし。お疲れ様。今日のテレビ見ました？私だって結構捨てたもんじゃないでしょ、うん、よかったね。プレゼント、猫足いいじゃん。調子いいね。あと何週だろう。ライバルオーディション1回すればもう人数集まるんじゃない？あと6週だって。メール、黒いプロ、今週10万人受ける。バフかかってるし受ける受ける。よし、じゃあ今週はライバルオーディションね。おはようございます、プロデューサー。ミキちゃんに会いに行くからさ、みつこてめえ喋んな。ミキちゃんに挨拶しないで、私が喋る。おはよう。やだ、変なモノマネやめてくださいよ、うん、しかも似てないですよ。みつこちゃんはミキちゃんと話しちゃダメ。ね、じゃあ今日は ね思い出いっぱい使ってこう。毎日毎日流行はダンス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 。流行に異彩が入れ替わったようだ。いいね。ライバルオーディション、ミキちゃん、ミキちゃんいるかな？嫌な予感？やっと言わせる。そうだよそうだよ、さんなんてつける必要ない。こんな女の言うこと聞く必要ないからさ。当たり前なの、ミキ晴れからいろいろ考えちゃうって感じ、うん、だから今は話しかけないでしょ。そうだよ、リツコ嫌われてんなお前。お前が悪いんだぞ。はい、反省しろ。私は16、ミキちゃんも16、1人13がいる、20人もいる。よし、あのね惜しまずにね思い出使うから。ちょっと恥ずかしいじゃないですか。周りのスタッフも呆れてます。よし、ゲット。お、いいね、いいね、いいね。よし、ゲット。うん、いいよ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 。どうだったかな、いけたかな。3位か4位だと思うの。あ、受かった受かった、やった。おおおお、3位か4位だと思ったら2位だった、やった。
終わった終わった。よし、じゃあミキちゃんに会いに行くよ。リツコちゃんは来るな。リツコさん、今日のオーディション合格しちゃったわ。嫌がってる。まあね、審査員の意図がバッチリ読めたから。口うるさくて嫌いだもんね、ミキもね。私も嫌い。ミキ的にも結構大変だったって感じなのに。リツコさ、機嫌よくしててくれればさ、ムカつかないんだよ。口うるさくしてると本当やだ。もう将来結婚したらさ、もう1年目で浮気されるからね、旦那に。本当ダメだよ、口うるさいと。合格おめでとう。一緒にいたくないもん。テレビ見ていたよ。増えた？あ、増えた。あとオーディション1回すればノルマ達成。いやー、なんとかメンツを保てましたね。ラムコプロ万歳です。あ、よかったよかった。油断大敵ですよ、プロデューサーそれじゃお疲れ様でした。なんかもらった。なんだろう、新春のネックレス。本物の真珠ですか？偽物じゃなくて。うわ、高そうなものもらっちゃった。ミニモーニング。オレンジ色だ。よし、じゃあ今日はこれくらいで終わりにします。ちょっと待って、オーディションで先に帰ったんじゃないのお前。ああ、いやー、なんだか予定が決まっ、次のプロデュース。じゃあじゃあいいよ、分かった。はい、くそ、さすがはプロデューサー。それじゃ約束。